国鉄キハ五十八系機動車、ビバウエストビバウエストキハ二十九五百一キハ五十九五百一ビバウエストは、西日本旅客鉄道が九百八十九年から九百九十九年まで保有していた鉄道車両でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。リゾートサルーンフェスタに次ぐ JR 西日本、広島支社向けのジョイフルトレインとして、九百八十九年に、 企ハ58系機動車を改造して製作された。改造工事は、畑製車両所により実施されている。以下の2両編成で構成される。車両番号の横のうちは、旧車両番号。2両とも定員は52名で、普通車扱いである。前面は大幅に改造して、区の字型に曲がった、飛観通形形状とし、助手席側に大型窓を設けて、 全面展望を良くしている。全面中央層下にヘッドサインを設置し、前小灯とび灯は角型の新しいものに取り替え、全面両裾に設置している。全面下部はスカートで覆っている。側面の窓は従来の窓2枚分の開口部をつなぎ合わせ、1枚の横長の固定窓として展望を向上させている。車体側面にこの横長窓を5枚配する。出入口扉は、 改造前と同様、前後に2箇所設けられている。車体塗装は、アイボリーホワイト地に、車体裾にスカイブルーと、ピンク色のツートンカラーの帯を入れている。また側面窓の間を青色に塗装して、窓を連続的に見せている。客室の座席は、特急系電車で使用されていた簡易、リクライニングシートを改造したもので、背もたれの角度を自由に調節できる、フリーストップ式とし、 座面と背もたれはバケット式に改め、座席側面の肘掛け部分には回転式のテーブルを取り付けている。客室の前後端にはモニターテレビを設置している。運転室で撮影した前面の映像をこのモニターテレビに向けて流すことが可能となっている。蛍光灯は従来の取り付け位置のままグローブ付きに変更し、窓には横引きカーテンが取り付けられている。 恋寄りには、定員外のフリーゾーンを設けている。フリーゾーンには、ソファとカラオケ装置を設置している。台車、走行機器は変更されておらず、従来の DT22C e 型台車、d m h 1 7 h エンジンのままである。冷房装置も従来の AU13、A 型分散式冷房装置のままで、冷房電源もキハ 29K の4。 VK 発電用エンジン DM83 型発電機をそのまま使用している。1989年7月20日付で落成し、おごうり運転区に配置され、同年7月下旬にツアーの長都市間の臨時快速列車、ブルーライナーで営業運転を開始した。その後、団体、多客臨時列車に使用されていたが、1999年3月に廃車となった。 ありがとうございます。